B リーグクラブライセンスは公益社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグが主管する日本のプロバスケットボールトップリーグである B リーグへの参加資格として B リーグ参加クラブに取得が義務付けられているライセンスのことである有効期間は1年間で毎年審査更新される審査は B リーグ理事会が行う B1 リーグ B2 リーグのそれぞれに B1 ライセンス B にライセンスが定められている。本校では一般社団法人ジャパンバスケットボールリーグが主管する日本の男子セミプロバスケットボールリーグ B3 リーグへの参加資格として取得が義務付けられる B3 クラブライセンスについても記す。クラブライセンス制度の導入は B リーグ発足に向けたタスクフォースにおいて設置が決められた。チェアマンの大川正明が J リーグ時代に導入した。 J リーグクラブライセンス制度に習ったものであるが、バスケットボール界全体の安定的、持続的な成長と発展に寄与することを目的としており、クラブを取り締まり、排除することではないと明言されている。B リーグ規約第11条に基づき定められた、クラブライセンス交付規則に基づき、競技基準、施設基準、人事、組織体制基準、ホーム基準、 財務基準の5分や40項目の基準が設けられており、それぞれの基準が A 基準、B 基準、C 基準の3等級に区分される。各クラブは A 基準のすべてを充足した上で B 基準、C 基準をできる限り充足させる必要がある。J リーグのクラブライセンス制度は、リーグと独立した審査機関が審査を行っていたが、B リーグの場合は、 B リーグ理事会がライセンス審査を行うことになっている。なお、チェアマンがライセンスマネージャーを任命した上で、ライセンス事務局とライセンス諮問会を設置して、具体的な審査に当たることになる。このライセンスは2シーズン目の2017から18シーズンから交付する。有効期間は1年間で毎年11月に申請する。B1 ライセンスと B2 ライセンスに分けられる。 B3 リーグに参入する場合には B3 リーグ公式試合参加資格の申請をしなければならない。3月1日の理事会で一次交付が決まり、4月5日の理事会で二次交付が決まった。2016から17シーズンの B1 クラブにはすべて B1 ライセンスが交付されたが、B2 クラブのうち東京 EX はホームアリーナ要件を充足できず、鹿児島は 財務の売上高基準、資金繰り基準を充足できず、ライセンス不交付となり、成績に関わらずこの2クラブは2017から18、シーズンは B3 リーグ等に降格となる。準加名の3クラブには、すべて B にライセンスが交付された。このうち改善が必要なクラブは20クラブだった。書類の提出が8クラブ、指導の受講が6クラブで、 両方の改善が必要だったクラブは6クラブだった。2018から19シーズン B1B2 ライセンス3月14日の理事会で1次交付が決まり、4月4日の理事会で2次交付が決まった。B1B2 ライセンスを申請したのは38クラブで、新たに東京八王子トレインズが申請を行っている。この他、鹿児島レブナイズは申請を見送り、 東京エクセレンスは申請を行ったが後に取り下げている。申請した38クラブ全てにライセンスが交付されたが、福島と群馬の2クラブが前年度の B1 ライセンスを創出し、B2 ライセンスにとどまった。B1 ライセンスは新たに取得した福岡を含め25クラブが取得。一方の B2 ライセンスは、準加名の八王子を含む13クラブに交付されることとなった。 2018から19シーズン B3 ライセンス3月8日の B3 リーグ理事会で1次交付が、4月5日の同理事会で2次交付が、4月10日の同理事会で3次交付が、4月11日の同理事会で4次交付が、6月7日の同理事会で5次交付が、それぞれ決まった。順加名の岐阜を含む申請した10クラブすべてに、ライセンスが交付された。 2019から20シーズン B1B2 ライセンス3月12日の理事会で1次交付が決まり、4月5日の同理事会で2次交付が決まり、4月30日の理事会で全てのライセンス交付の結果が決定した。B1B2 ライセンスを申請したのは40クラブで、新たに、コシガやアルファーズが申請を行っている。このほか、鹿児島レブナイズは、 申請を行ったが後に取り下げている。申請した40クラブのうち、西宮が前年度の B1 ライセンスを喪失し、B2 ライセンスとなった。さらに、B1 ライセンスだった福岡が6月末の決算期までに1億8000万円の資金ショートに陥る可能性があるため、第2回判定で B1 ライセンスを喪失。 4月29日までに資金確保のメドが立たなければ、ライセンスが停止する停止条件付きの B2 ライセンスが交付され、4月30日に資金のメドが立ったので正式に B2 ライセンスが交付された。また、B2 ライセンスだった金沢は3期連続の赤字となり、B2 ライセンスを剥奪された。B1 ライセンスは前年から2チーム限の23クラブに交付。 一方の B2 ライセンスは前日の福岡や、準加盟の4チームを含む16クラブに交付されることとなった。2019から20シーズン B3 公式、試合参加資格3月6日の B3 リーグ理事会で一次交付が決まり、4月11日の B3 リーグ理事会で二次交付が決まった。B2 ライセンスが交付された岩手、埼玉、腰がや、東京 EX の四チーム、 新たに、準加盟した静岡、岡山、佐賀の3チームを含む12クラブに参加資格が交付された。なお、前年まで B3 リーグに参加していた東京会場日動は、自主的に地域リーグへ降格することを表明したため、この年以後は同ライセンス申請を行っていない。一方で三期連続の赤字で B にライセンスを剥奪された金沢は、b 三入会審査を行い、 継続審議となったが、運営会社の経営状況の毎月の確認や、経営基盤強化のための対応等を受け入れることを条件に、B3 ライセンスが交付された。2020から21シーズン B1B2 ライセンス4月24日、開催の理事会において、2020から21シーズン B リーグクラブライセンス交付について、下記の通り決定した。なお東京エクセレンスは、 B に昇格条件としていたアリーナ計画がなくなったため B にライセンス交付されないこととなった。ベルテックス静岡と鹿児島レーブナイズはライセンス申請を撤回している。2020から21シーズン B3 公式試合参加資格4月27日の B3 リーグ理事会で一時交付が決まった。東京サンデーブスは2019の20シーズン限りで B3 リーグを脱会となった。2021から22シーズン B1B2 ライセンス4月28日開催の理事会において、2021から22シーズン B リーグクラブライセンス交付について、下記の通り決定した。2021から22シーズン B3 公式、試合参加資格4月14日の B3 リーグ理事会で2021から22シーズン B3。 リーグ公式試合参加資格を審議し、下記の通りに決まった。ありがとうございます。